両方第36潜水艦は、日本海軍の潜水艦。両35型潜水艦の2番艦。1941年の昭和16年度計画により、1942年3月7日、三菱重工業神戸造船所で寄九1942年10月14日浸水。1943年5月27日に、竣工し、二等潜水艦に類別。 同日、マイズル守述席となる。5月31日、訓練部隊である、第1艦隊第11潜水船隊に編入された。8月20日、第6艦隊自家卒となる。9月5日、旅36は、マイズルを出港し、トラックに移動。9月24日、トラックを出港し、ニューヘブリディーズ諸島周辺海域に進出する。10月13日、 ニューヘブリディーズ諸島近海で単独航行中の輸送船を発見し、雷撃するも命中しなかった。同日、乗員40名が食中毒にかかってしまったため紹介を中止。21日、トラックに到着。10月31日、旅37、旅38と共に第34潜水隊を編成する。12月4日から旅36は特設潜水母艦 平安丸に横付けして、補給を受ける。12月8日、トラックを出港し、エスピリトさんと島周辺海域に進出して紹介。1944年1月8日、トラックに到着。19日からは平安丸に横付けして、補給を受ける。2月17日から18日にかけて、トラック島空襲を受けて、平安丸が沈没してしまうが、旅36に。 被害はなかった。迎撃のためにトラックを出港するも、空振りに終わった。その後、トラックに戻った。25日、旅36は、トラックを出港し、マーシャル諸島周辺海域に進出。3月1日、ロイコールナムル島周辺海域に移動。4日日没後、ロイコールナムル島を偵察するも、失敗。15日、 クエゼリン東方60回に地点へ移動。その後、ピンゲラップ島の沿岸監視員の収容に向かう。23日、ピンゲラップ島に到着し、沿岸監視員を収容。28日にトラックに到着。4月15日、トラックを出港し、26日にマイズルに到着し、整備を受ける。六月四日、三十六はマイズルを出港し、再起を経由して、 サイパンに移動。11日、サイパンを出港し、ニューギニア島北方沖に進出。13日、サイパン周辺海域に移動。同日、サイパン付近で、定時連絡と、気象通報の報告を最後に、消息不明。アメリカ側記録によると、同日夜遅く、サイパン東方沖で、サイパンの戦いの支援砲撃中の戦艦部隊を、 護衛中の米地区畜艦メルビンは浮上した潜水艦をレーダー探知。メルビンは手法で潜水艦へ向け攻撃を行い、命中弾を得た。その後、潜水艦は先行していったが、メルビンは爆雷攻撃を行い、潜水艦を撃沈した。これが両36の最後の瞬間であり、艦長の川島達夫対尉下乗員77名全員戦死。 沈没地点は、サイパン東方75海里地点付近、北緯15度21分統計147度00、分、北緯15.350度統計147.000度、15.350147.000。7月12日、サイパン方面で防湿と認定され、8月10日に除籍された。ありがとうございます。